療育グループは、親子で利用する発達支援で、お子さんの年齢や発達の状況に応じたいろいろなグループがあります。利用には医師の診断や指示が必要です。基本的には親子で来ていただいて、お母さんやお父さんと一緒に楽しく遊ぶっていうことなんですが、まずお子さんがどんな遊びが好きで何をしたいと思ってるかなっていうのをお母さんお父さんと一緒に捉えながら、お子さん自身のこう自主的に自分でやりたいってこう向かっていく姿を、今こういうふうにしようとしているよねっていうのをお母さんお父さんに伝えていくようにしています。お子さんのいいところやちょっと苦手なところの理解がお母さんができたりして、お母さん自身もちょっとしたことでもこの子がとっても可愛いとか楽しいとか、ちょっとこう少し余裕があって見ていられる、他のお子さんにもちょっと目が向いたりとか、お母さん同士こう喋ったりする余裕も出てきたりというところで、お子さんがこう変わってくる姿をとても喜んでいらっしゃるので、そこはみんなで喜び合っています。雰囲気がみんな、お母さんがみんなの子供を見てるような感じで、もすごい干渉しすぎるわけじゃなくて見守ってくれてる、子供も楽しみにしてて、何より私が助かりましたね。気持ちが楽になりました。お母さんたちからもいろんな情報が聞けるようになったし、先生たちもなんかこうしたらいいよとかアドバイスもしてくださったりして、ちょっと今までより生活がしやすくなったかなっていうところはあります。お母さん同士のつながりも、このグループのやっぱり親子で通うところのいいところの一つでもありますし、狙いでもあるので、お母さんやお父さんが一人で子育てをするっていうことではなくって、自分がちょっと悩んでいることもあるけど、じゃああの人も何かわからないけど悩みを持っていてこのグループに来ている、そしてちょっとこうお話ができるような、こうお母さん同士のつながりも大事にしています。